皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。皆さんお元気でいらっしゃることを願っています。BTS のジンは、強さとは単に膨張した筋肉ではなく、持久力、スタミナ、そして真のフィットネスであることを再び証明した。一部の批評家から、筋肉が足りないというレッテルを貼られたにもかかわらず、ジンの兵役中のパフォーマンスは、 本当の強さがどのようなものかを世界に示した。他のアイドルのようにムキムキにはなれないとジンの体格を疑っていた人々にとって彼の兵役での実績がそれを物語っている筋肉をつけるためにジムでのトレーニングに重点を置く多くの芸能人とは異なりジンのトレーニング法は異なる彼はランニングや水泳などの有酸素運動を優先しているこれは脂肪を燃焼させ、心臓の健康を増進し、 呼吸機能を高めるのに不可欠な運動である。そして、これらの運動こそが彼が栄誉あるエリート選手の称号を獲得するのに役立ったのである。ジンが達成した最も印象的な異名の一つは、5km を12分以内で走ることだった。このレベルのフィットネスは簡単なものではなく、一貫したトレーニングと並外れたスタミナが必要だ。 筋肉自慢のアイドルはいても人のスピードと持久力に匹敵するアイドルはほとんどいない。ジンのフィットネスに対するアプローチは、写真配する体を作ることではなく、健康とスタミナを維持することなのだ。見た目のために筋肉を大きくすることに重点を置く人がいる一方でジンは全身の健康を優先する。彼の引き締まったアスリート体系は、典型的な筋肉ムキムキのイメージとは違うかもしれないが、 健康的なライフスタイルへの献身の証だ。さらにジンの体調は歌手としてのパフォーマンスを直接支えている。ステージで飛び跳ねながら高音を叩き出し、安定した呼吸と力強い歌声を維持できるのは彼の卓越した呼吸器系と心臓血管系の強さの証明なのだ。だからジンが他のアイドルのようなたくましい筋肉を持っていないと批判する人たちへ、 真のフィットネスはサイズだけではないことを忘れないでほしい。ジンはジムの中だけでなく兵役という過酷な環境の中でも自分の力を12分に発揮できることを示してきた彼のエリート選手としての実績は彼の強さ、規律、そして真のパワーは必ずしも外見だけではないという事実の証である。動画をご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。